ていう。じゃあ、勝手に行きましょう。うん。クエイ。ウエス。ウエス。ちょっと話が。話してまたドッキリだろお前。ドッキリとかじゃないですマジで。ちょっと浮かぶ。いやいや浮かぶ。真剣な話。真剣何？何真剣な話？真剣な話。どうした？そうっす。あ？ちょっと昨日あの、うん、まあ寺西くんと、うん、まあ湯田くんと、サインで飯食いに行った。たまたま僕湯田くんで飯食っとって。寺西くん？寺西くんです。うん。まあ、めちゃくちゃ悩んどってなんか。どうした？真剣な話？はい。ちょっと YouTube 下ろしたのかわいそうだね。そうっす。あ？YouTube 下ろしたのはさ、ドッキリだろこれ。いやいやいや、まあ、このままじゃない。昨日普通に聞いとってさ、うん、まあいろいろ聞いたけど、俺もやっぱ経営者十何年やったから、企画力とか管理能力とか全部持ってるわけじゃん。で、大谷君とやっぱまだ管理能力もない、企画能力もない、あとは職人にも言えないよな、うん、寺にぐらいは言えるけど、はい、でちょこちょこ YouTube でも言ってるけど、まあ自分が出たいが強いもんで、はい、お前を使わんとか俺を使わんじゃん、はい、使えばいいわけじゃん、推奨のために。で俺は全身全霊一生懸命やれば結果は出ると思ってんだけど、はい、でそれをやっぱね、寺西君もなかなかできないから、だったら一回降りた方がいいんじゃねえかって言っただけだよ。人間性を見てく、うん、見てやって、その考えてやるのが俺、別にそのかっちゃんがやることじゃないかなと思って。いや俺はまあ寺にもまあ言ったよ、お前なんか聞いてるだろお前。いやまあ聞いてるんですけど、そのまあ、うん、その寺西君とも話してなかったんで、うん、まあでも本当はまあやりたいと。お前でも一回営業やって、はい、まあ、いろいろ苦労したわけじゃん、はい、でまた現場に戻ったわけでしょ、はい、でそこでやっぱつけた自信ってあるじゃん。あります。で俺はその何、別に手配しくんはじゃあ一回降りろと。で俺は別に降ろして、でもそれでなえるぐらいだったら別にやる必要ないと思うけど、何手配しくんに対しても、まあもちろん仕事ではお金、お金がないと潰れちゃうからさ、うんうん、会社って、まあね、でまあお金が全てじゃない、でもお金は絶対で、俺の中ではその人間関係も絶対って言ってるじゃん、うん、人間関係が全てだからお金はどうとか、うん、お金が全てだから人間関係がどうでもいいじゃないんだよ。人間関係やお金だ、あと大きいところには俺はお客さんっていうのがあるわけじゃん、はい、お客さんの満足でそれ切っても切れんものでしょ、はい、でそれをじゃあ寺西君が降りてお前らに愚痴言ってるレベルで、俺はそんなんだったらそんでいいと思うんだ。今はそれしか分かんないんだから、体は、はい、あからさみに顔は暗いですもんね。あの YouTube やった時のやつと違うですもんね、顔が。いや人間ってのは絶対あの責められたりしたらノイローゼになっていくわけよ、うん、で俺でも仕事がうまくいってない時、数字が悪い時、はい、でノイローゼになってくるわけよ自分がね、はい、それがやっぱ経営者のプレッシャーなわけよ、はい、でお前でも数字が悪い時ってなるじゃん、はい、お前でも経営者ってなると分かるでしょ。 だけどさほら、うん、持っとる人と持っとらん人っていうのも俺も多分あると思うんだけど、うん、そのじゃそんなにすぐじゃあ YouTube やりたいですやって、まあ半年立っとるか立っとらんか分からんけど、うんうん、そんなんですぐ俺からしたらできんと思うし、うんうん、あの子はやっぱ勝っちゃうんじゃないか。この降りたからなんか別に降格じゃないわけ。じゃあまたね現場行って学ぶ、もう違う目で見れるわけじゃん。今まで見えんかったものが現場にいっぱい落ちとるわけよ。やりたいなら言いにくい、はい、俺はそう思ってるし、その力がないならまだ YouTube やれない。 YouTube で成功することが次の俺らのステップなわけ。広告宣伝費っていうのもやっぱ会社は上がってくるから、やっぱ YouTube でみんな視聴者が見てこの会社を知ってもらうっていうのは俺は大事なことだと思ってるから。じゃあ大体な、お前がもう口挟むことじゃないこんな話は。だってお前さ、寺西君とか、まあ、こいつから何を聞いたか知らんけど、話も問題じゃない、金だとかなんだとか言ってるけど、お前関係ねえんだもんね。お前は相談されとるでね。じゃあ相談は、お前昔からそういうとこある。俺話しょってお前入ってくるだろ話。いやじゃあ言わしてお前は関係、昔からそういう時の顔が本当にイライラする。うざい。何やお前。マジでうざい。顔関係にいやあるもん。何や。うらイライラする。どういうふうに顔が腹立つの。本当腹立つわその。どこがや。昔じゃあお前も何が偉そうにしようじゃん。何が偉そうの。なんでお前は部外者がこうやって入ってきて。何が偉そうの。なんだおい。なんだ俺。何だよおい。何や何や何や。ちょっと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 。ごめん、俺もイライラしすぎた。ちょっと待ってよ。ドキリする。おい、待って。待って。待って。ドキリする。ドッキリでもなんでもねえじゃん。いやこれドッキリっていうのはそのドッキリっていうならお前らただ寺西君のこと文句言いたい。そう、文句言いたい。いや違う、俺が勝手にヒートアップしちゃったやつか、はい、いや寺西君のこと文句言ってヒートアップってドッキリじゃねえやん。はい、二人の顔が怖いっすね。どうやらドッキリだったの。言うまでがドッキリだったんですか。掴みたくないですね。
いや違う違う、全然ただ言うだけみたいな。じゃあ俺もじゃあそれないし、そう途中で本当に顔がなんかイライラしてたし、あやたらやたら。ただ僕その未計画だったんですよ、あんまり。じゃあ行ってみましょうよって言っとって、途中でも気づいたんですよ。でもこれどこでドッキリってやいいかなと思ってね。そしたら2人ともヒートアップしてみたいに。皆さん、あのね、こんなことあり、まあ、元授業ですけど、昔こんなバカあったね。おいでしょーうせしでこいつもまたおせっかいなんだよ。優しいな、優しい鬼って書いて。優しいだけ。優しいだけ。優しいだけ。まだ、あの、大体もう分かってる。いや、本当の話があるんですよ。もう一個ね、ガチでやつ。これドッキリだった。全然次ドッキリって俺言わん方がいいか。ドッキリ。そう。何ドッキリじゃん。ドッキリっていうか、まあ、記念ですね。5万人記念ですね。やってなかったんで、5万人。これは5万人記念だろう。登録。あ、違うです。これ全然違うです。これは、あの、一つの YouTube です。いや、マジで。まあまあ、あれじゃねえ。な、ちょっとね、わかんない。何？オプションに。あの、オプションオプションでしか、これオプションです、これオプションでしか。本題は5万人記念で、なんとドッキリハイギネス買っちゃいました。おめでとうございます、おめでとうございます。何今言ったら俺本当にヤバいっすか。カメラ、カメラ回ってます。カメラ見てください。とりあえずカメラ見てください。何、どういうこと、ハイギネス。はい、ハイギネス買っちゃいました。まあちょっと5万人記念ということで、あの記念にちょっとハイエース1台買ったんですよ。足場の方でちょっと使いたいなと思って。これなんかそもそも、いやこれはもうこう動きたいです。どういうこう動きたいです。次続きです。次の動画です。次の動画ぜひ期待していてください。何なんいくらのハイエース買った。200ちょっとですね。動画止めようかな。なんであんなもん勝手に買ってきとんのお前。お前らもうこれ勝手に買っとんの、これなんで。何これ、なんでこんなもん、お前どこ行くんだこれ、どこ行くのお前、どこ行くのお前。ただお前記念って言って、何欲しかっただけや。欲しかったです。